皆さんこんにちは、ピアニストの小曽根誠です。来る12月17日木曜日夜7時からサンケイホールブリーズにてクリスマスジャズナイトを行います。私の率いる総勢15人のビッグバンドノーネームホーシス、久々に、サンケイホールブリーズに登場いたします。今年はですね、2人のコンポーザーをフィーチャーして皆さんにコンサートをお送りするんですけれども、1人はアメリカが生んだジョージ・ガーシュウィン、ジョージ・ガーシュウィンというとラプソディン・ブルーという有名な曲があるんですが、今年はそれよりもガーシュウィンの書いた、素晴らしいスタンダードの名曲を、ジャズクラブ風にお送りできたらなと思っています。そして後半はなんとモーツァルトの書いたピアノ協奏曲を、ビッグバンドジャズのスタイルで、アレンジを加えて皆さんに聴いていただこうと思います。そして、スペシャルゲストなんですけれども、昨年私が一緒にツアーをやりましたニューヨークフィルハーモニック、ニューヨークフィルの、トロンボーンの首席奏者です。首席のトロンボーン、ジョー・アレッシ、彼がですね、小曽根君のバンドでやってみたいっていう声を上げてくださいまして、今回は参加してくれます。もちろん彼もフィーチャーしてお送りしますけれども、彼が入ったビッグバンドでのモーツァルト、どんな風になるか楽しみにしててください。12月17日木曜日夜7時からサンケイホールブリーズデーでお待ちしてます。